パウエル弁護士が敗訴の向こうということですね、はいはい、ありがとうございます、はい、もうこれはこれはもうクラーケンですよ、クラーケンが出るか出ないかって言ったら、はい、どうなんだといやもう出ないの確定してるんじゃないですか、はいはい、今回ですね、はい、ロー&クライムって僕よく、見させてもらってる、はい、サイトなんですけど、うん、これは法律家が本当に、うん、法律家は本当に法律と、まあ、特に犯罪との関係っていうものを、はい、もう調べてる弁護士が集まって作ってるサイトなんですよ、はい、でアメリカの弁護士なんで、うん、その辺かなり憲法とかの話も絡んでくるとここのサイトを僕見るっていうのが習慣ついててるんですよ、うんはい、でそこで、今回のクラーケンの話、出てきました、うん、で1月おそらく、6日あたりですかね、うんはい、5日とか6日現地アメリカで、まあ、今年入ってから、はいドミニオン側が、名誉毀損で訴えると、うん、これですね、うん、裁判所に、うん今、まあ、その、ロー&クライムの、サイトに集まってる方々が、はい、訴状を見るんですよ、うん、彼らはプロなんで、うん、そうすると見ると、はい、これマジ勝てるぜっていう、うん、1350億かどうかは知らないけど、はい、これ本当にクラーケン案件に関しては、うん、パウエルかなり分が悪いぜと、はい、ドミニオン相当強いぜこれっていうことを、はい言ってるんですよ。でそれなぜかというと、まあ、論拠のうちの一つで何かっていうとですね、うん、訴状が完璧だって言ってるんですよ、うんはい、こういうこと言ってます、弁護士の方が一人、書いてるんですけど、これジョナサン・シュワルツって方ですね、うん、ミシガン州に拠点を置くジェフェ・ライト・ホウアウェイス PC のパートナーで、うんうん状況を次のように分析してると。ドミニオン社は非常に強力な訴状を持ってるように見えますと、うん、損害賠償の可能性はやっぱり天文学的な額になってるんですけど、これ相当いけるんじゃないかというふうに言ってます、はい、ドミニオンの弁護士が提出した訴状には、うん、見事な法的分析が含まれてると、はい、よくできてると、でしっかり調べてる。で率直に言って内容とプレゼンテーションの両方で、うん、私が今まで見た中でも最も優れた訴状のうちの一つだと、はい、書いてるんです、うん、で僕はこういうのも知ってますんで、はい前にクラーケン出してきた時、はい、これもうだいぶクラーケンっていうか、パウエルさんが、ね、パウエルが訴状を出した時に、はい、11月の、めちゃくちゃ誤字脱字のひどいしょうもない文章だった。そうですね、はい、しょうもなかったんですで僕自身が見てもしょうもないなって思っただけじゃなくて、はい、このロー&クライムの人たちがやっぱり見て、なんじゃこりゃと、うん、もうひどいやつやり方だけじゃないかだらけじゃないかって。奥山さんがそういうふうにツイートしてても、はい、やっぱトランプ支持派の人たちが、はい、別に誤字脱字ぐらいとか、あ、そうそうそう、クラーケンじゃなくてこのパウエルぐらいの大物だったら自分で書かんでしょうとか、うん、もう適当なことバンバン言ってんだよね。いやいや、本ちゃんものだったら自分がチェックするだろうと。そう、これ大事な商売だと思ったらね。でしかもほら、実績としてもう彼女4連敗してるんですよ、うん、あ5連敗か、はい、5連敗してるんですよ、自分のやつ訴状、うんはいはい、でしかもそれはなぜかというと、これ僕がその、うんまあ、ちょっと見た範囲でも訴状がひどいんですよね、うん、しっかり議論できてないっていうところもありまして、はい、でそういうところも含めて見ると、うん、今回のこういうふうに評価されてるパウエル弁護士側にの訴えしたドミニオン側のこの訴状、うんうん、やっぱりすごいっていうふうにやっぱり言われてるっていうのは、はい、なんですかね、アメリカって結局、うん、出した証拠で全てじゃないですか、うんはい、で訴状のしっかり書かれてるか、じゃあその論理がちゃんと構成されてるかどうかでもう決まるんだろう。そうです、提出する訴状のやっぱ証拠とロジックが命なんですよ、うんはい、なるほど。だからそこを今回しっかりやっぱ際立たせられたというか、はい、いやこれ本当にやっぱパウエル厳しいんだな。でもちょっとこれね、日本の裁判は、うん、多分ねちょっとそこら辺違うんで、はい、分かんないんじゃないかなって気がするんですよね。そうですね、アメリカはほら弁護士で決まるっていう内容とかもあるじゃない。それはなぜかって言ったら論理があるかどうかっていうのを持ってきて組み立てる、はい、論理で戦うからでしょう、うん、日本でなんかちょっとね若干その弱者保護みたいなのがあって、うん弁護士立てないで、はい、素人でやってきても、そうですね、はい、裁判官がねどうしようもない訴状でも扱っちゃうんですよ。そう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 、一応その、はい、どうしようもない、まあ、アメリカはやっぱ形から入る部分があって、うん、そうですね、はいはい、それはしっかりどういうふうに議論が展開されてるのか、うん、証拠が揃ってるのかっていうところを見ますんで、うんはい、これ見た、まあ、訴状、しかも訴状が、うん、アメリカの場合って全部公開されますから、ねはい、そこで大体みんなが見て批判もできるんですよ、いろいろ、はい、でその今回それ見るとこれパウエル相当勝ち目ねえぞという状況らしいです、はいはいうん、で僕ね
まあ、ちょっとね、何週間か前にパウエルのことやっぱとんでもだっていうことを、はい、まあ、実際とんでも弁護士じゃないですか、うん、はいはい、だってこれあれですよ、あの弁護士なのに勝てない勝負してるんですよ、うん、はい、まあ、お金集めてっていうのはいいのかもしれないですけど、うん、4連敗してるんですよ、はい、まあ、5連敗もうすでに、うん、でそういうダメな弁護士はやっぱり仕事できないから、うん、まあ、無能じゃないですか、はいはい、だからこんな無能な弁護士に裁判こういうことやらせてて、しかも訴状が怪しい、これはとんでも弁護士なんですよ、僕はあえて言いますけど、うん、はい、とんでも弁護士なんですけど、パウエルさんのことをとんでも弁護士だって言ったらですね、ある、動画サイトの方がですね、うんうん、はい、なんか僕の名前は出さないんですけど、はい、パウエル弁護士のことをとんでもだと言っていたなんかひでえ学者がいると、うん、なんかこう言ってきたんですよ、はい、で僕もそれなんか間接的にいろいろ知ったんでちょっと 見たらですね、はい、なんかこうそれはねひどいよというふうに言われてですね、うん、もうなんかパウエル弁護士はやっぱりもう神格化されちゃってるんですよ、パウエルをすごい持ち上げることの動画を何本も作ってる人ですからね、パウエルがいかにすごいかと、はいはい、ここは僕はあえて言わないんですけどというふうにずっと、はい、言ってる人もいるんですね。いやこれね、ただその人多分ね英語できない人なんですよね。残念ながら。あ、はい、まあ、でもまあ、うん、英語できなくてもいいんですけど、しっかりほら、うん、翻訳とするとかなんとか情報をしっかり集めればいいんじゃないですか。でもパウエルがやっぱとんでもないものの事実で、うん、はい、しっかりそういう人でいやパウエル素晴らしいんだってこう言い続けてる人って、うん、これねちょっとあえて言いますけど、はい、やっぱ情弱を騙して金集めてるって言われてもこれ仕方ないんじゃないかっていう。そのとんでも弁護士をやっぱ持ち上げすぎちゃってて、あ、なるほど、ね、だってこのパウエルがやってることも同じですからね、まあ、そうなんですよ実際結局トランプを応援しますって言って、まあ、はい、こう乗り込んできて、はい、トランプとはちゃんとした契約がなくて別動態だったのに半ばトランプと一体のように見せてたわけでしょ、はい、それで自分がドネーションを集めてたけどそれはトランプ口座に行かないで自分のところに集まるように作ってたんですよね、まあ、ファンドで、ね、そうです、ファンドでね、そうだから、それはさすがにトランプもやっぱ怒ってっていうことじゃないですか、うん、それであいつは関係ねえんだっていうふうに最後は切ったわけなんですけど、うん、でもそれ知らないで、パウエルにお金が入ったりとか、うん、また日本でも正義の味方のようにずっとやってたわけですよ、はい、パウエルとかリウッドとかね、もうとんでもない、リウッドなんてだってまさにペンスを、うん、銃殺刑にしろって言ってさすがにパーラーもこれやばいってことで殺人幇助だってことになっちゃう、リンウッドなんかも本当に相当やばいし、あリンウッドのだってあれ NDT でしたっけ、演説してるとこ見ました、完全な宗教家みたいな言い方で、よく向こうにあるその、うん、キリスト教の伝道師みたいな形でやり方あるんですけど、はい、喋り方ですよ、だ多分いつかやられるよね、はい、あんな系のことやってたら、いやだってペンスを保守権にしろとか、はい、銃殺しろとか、NTD、そんなふうなことも言ってるわけでしょ、ね、でだからそれを日本の言論界は神格化してるんですよ、リンウッドが、ね、だってパウエルだって、はい、僕から見たらちょっとパウエル銭ヘバにしか見えないんだけども、それだってああいうふうにその素晴らしい人格だとか、そういう形で言ってるわけですよね、アメリカにはもっと怪しい人いっぱいいるんですよ、はい、本当に、はいはいはい、で、まあ、かなり僕はだからパウエルはもうとんでもやろうだと、はい、やっぱだ、まあ、普通に考えただけでも弁護士でお前これでこんだけ証拠あるんだからこれで勝てよって言われたら、うん、はい、お金持ってその積んでよし分かりました私仕事しますって言って、うん、4連敗5連敗したらどうなります、そうですよね、和田さんそんな弁護士言ったら自分の顧問弁護士いくら金積んでもいいからお前勝てよって言ったら、はい、はい、分かりましたって言って、うん、4回5連敗したらどうしますよ、いやとりあえず裁判に出すまでにお前証拠見せろって、うん、訴状見せろって随分でクビにするよ、もし僕はその奥山さんがダメだって言ってたから、はいはい、読んでもないけれども訴状がダメだったらダメだし、ね、お前が持ってる証拠見せろってのはダメなんじゃない、そう訴状っていうか証拠がなかったんでしょ、パウエルなんか、まあまあまあそうですね、うん、証拠というかそのスターウィットネスって言って、うん、もう最高に素晴らしいこの人こそ本当に、最高の証言を持ってるっていうやつが、うん、なんかちょっと酔っ払いみたいな変な女性みたいな、うん、もうねろくでもないで最高俺軍でテクニシャンで、うん、テクニシャンって何だテクニシャンじゃねえや軍の最高の、なんていうんですかサイバーの専門家みたいなのが、はい、単なる、軍の中の通信の人だったとか、はい、なんかもうねもう全然もう大したことないですよ。なんじゃこれ。テクニシャン反応したじゃん。テクニシャン。やだなと思ってたんだよ本当に。すいません。最高のテクニシャン。やべえ口が滑った。
そんなね、テクニシャンに騙されたんですよ、はい、あのパウエルは。テクニシャンやべえ話だって、まあ、休憩行きましょう、休憩、はいはい、休憩です、もう時間がない、まあ、とりあえず、はいはいはい、裁判所に証拠出せるかどうかと、はい、社会的制裁は来るだろうと、はい、それからこれパウエル、そう、僕がね、はい、これ間接的な被害者なんですよ、はい、本当にこれ自己中傷とかやられてる、これ奥山の注目点の3番に僕が間接的な被害者入れるなよいや本当それ勘弁してほしいですよ、 入れなよ入れたいですよ、これだってなんだそれ、本当これでね、はい、もういい加減ね、やばい、何が注目点、あのテクニシャンにやられたんですから僕はテクニシャンにやられた、てめえで間違えてやばい女にやられたっていう戦略がね、はい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、はい、もっと分かりたいと、はい、人のために戦略の改造、そして未来予測、ね、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、そして、ルトワックの理論ですね、はい、はい、これは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデター入門、そうですね、こちらになりますけどね、はい、はい、こちらですよ。そしてトリプルインベージョン、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はい、トリプルインベージョン、ヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫氏と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、岡山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただけたら、究極はこちらでございます、なるほどね、はい、まあ、地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね、あ、はいはい、でそれをちょっと正したいなということで、和田さんもこれほら音声一緒に作ってるから、そうなんですよ、はい、そうなんですよね、はい、残念なんだけども僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ残念じゃないじゃないですか、弟子筋になっちゃうんです、残念、弟子筋になっちゃうんで、そうだ、ね、割とこの人小さい学間違えてるなって思うんですよ、はいはいはい、奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう、はい、そうですね、そうなんです、はい、はい、そういうことです。